にちは。リーディーポンチャンネル村田です。栗山です。今日は最近香港オープンありました。で、見事優勝した吉村和弘選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、最近ちょっと私自身技術動画あんまり出てなかったので、何か出したいなと思って、ちょっとずっと見てたんですよ、香港オープン。はい。すごいな、強いなと思いながら、純粋に。僕も見てました。見てた。はい。まあ、その中で、まあ、吉村選手、まあ、バックハンドすごい上手いとか、まあ、あの日本人離れしたこう脚力フォアハンドとかダイナミックなプレーあると思うんですけど、私が特にちょっと注目したのがサーブ、結構あの韓国の選手落としてたじゃないですか。落としましたね。なのでその中でも、まあ、順横縦系 YG、まあ、結構出してたんですけど吉村選手、その中でも特にわっと思ったのが巻き込みチックだけど巻き込みほど横強くなくてみんな落としてたサーブ。下強めですよね。うん、下強め。で、どのサーブかっていうのは、分かりやすいのが決勝の1セット目の 9-5 で吉村選手が出して相手のチョスンミン選手が落としたサーブであり、準々決勝の、誰だっけ、あれ、あと、イーサンスさん。はい、に1セット目の 8-10 で負けてるときに2本連続で出して、それは点になってるんですけど、サーブスエースじゃないんですけど、その時に出したサーブです。なのでそれを見てください。そのサーブをちょっと今から、簡単に栗山コーチに教えたいと思います。はい。で、冒頭で僕出してるなると思うんですけど、結構思っているよりも切れてるし、弾道が分かりづらいので、うん、まあ、どんな感じでかけてるのかなっていうのを私なりに解説していきたいと思います。もうこれ相当短くいきます。パパッと、まず一つ目です、はい、はい、グリップ普通です。普通あの普通の持つグリップです、はい。まあ、ちょっと浅めに持ってもいいかなぐらいだけど、この3本の指はラケットにかかってるぐらいです。はい、はい、はい、構え。はい、構え普通です。はい、そうです。この時に、まあ、吉村選手なんですけど、面ね、真上向いてるんですよ。このままです。もう、真上向いてる。ほぼ真上。はい。のまま、まあ、構えてもらって、ここからバックスイング下に行きやす。はい。真下ですか？うん。でしょ？ここまでしたら、こう、肘後ろに引きながら、ちょっと少し下に落ちていくようなイメージですね。そうです、はい。で、トスして、ここから、で、ここまでね、手首返さないんですよ。こっちは、後ろから見ると、こっちは結構インパクトする瞬間にグッて入って、まっすぐのところに止まるぐらいです。はい。ここから来て、ここで止まって、インパクトする瞬間に、こうやって前に出します。はい。このまま。で、バックスイングの引き方は、構えました。はい。上向いてます。少し下にラケットを下ろすように肘をこうやって引いていきます。下に下ろしながら肘を後ろに引いていく。そう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 。で、いけるところまでいいです。そんなこうやらないから、肘は絶対曲げたままにしてください。で、引き終わったらヘッドを少し真後ろですねの方に向けるように、ちょっと手首をこっちに持っていきます。この時グーってきて当たる瞬間に、理想は手首が外側にこう、ヘッドが外に向くように変わっていくことがいいんですけど、この時に引いてからこうやって肘を伸ばしたりしない方がいいです。吉村選手はずっとちっちゃいです。なので、肘曲げたまま。曲げたまま引いていって、ここまでです。このちょうど肩のラインぐらいまでしか引いてないです。ここからインパクトに向かって、ラケットのヘッドが少しだけ立って、ボールの少し奥側ですね、手首だけ使って切ってあげたら、終わってすぐそのまま前に出します、はい。ちょっとやってみて。これちょっと曲がってるよ。うん、
そんな感じです。もうちょっと叩きつけていい？下へ。縦に切って。長くなっていいから。うん、おー、OK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 。結構至ってシンプルなんですけど、なんで落とすのかは、ちょっと、あまり切れてるから、上向けたまま引いて、ボールの下をこうやって切ってると、ちゃんとポコポコなるんですけど、あくまで切るときは、こう切ってます。すぐこっち向きます。ちょっと巻き込みいってるんですけど、巻き込みほどこっちは取らないですし、ボールの真下よりも少し奥側を切ってあげる。というのが、10-8 とか 9-5 で1本出してた吉村選手のサーブになります。で、時々上も出します。あの方。同じフォームで、当たる瞬間にボールの後ろ、これは桜井コーチとか私が出した巻き込みのちっちゃい巻き込みの上とほとんど同じような当て方で、当たる瞬間にボールの後ろを触るだけで出してストップさせて浮かしているようなイメージですかね。あと時々グンって伸ばしてますけど、多分それはもうバレてもいいような形で出して、その後カウンター狙ってるんで、メインはやっぱりこの下回転をここぞという時に使ってたので、簡単に説明します。できそう？はい、できそう。はい、そうできますってなので、持ち方と引き方、あと当て方はボールの少しだけ奥側ですね、を手首使って切ってあげてください。肘とか腕を大きく使ってこうやって切らないで、少しだけです。で、手首返したときに先端が相手の方を向くまでは返さないでください。ちょうど見てまっすぐの位置に先端が行くぐらいまでで切ってあげたら、そのまま出したと前に、まあ、前にというすごい簡単な説明ですけど、ぜひやってみてください。ちょっと後ろからと横からも一応お見せするんで、参考にしていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Take it.